リビングの窓際に布団を出しました。布団を出すと茶太郎が早速寝てます。この布団は去年すずちゃんと用に買ったやつなんですけれども、もうすずちゃんいなくなってしまったんで茶太郎が独り占めしてます。ここには本当はすずちゃんがいるとピタッと収まるんですけれども、残念です。そしてソファーの上にはたまちゃんがいます。下に引いてあるのはそらくんのフリースです。青いフリースの上で寝てます。フリースはあったかいから寒くなってきましたから、いいのかもしれません。それでここにはもう一匹巨大な猫が寝てます。どれ、ヒゲ生えてるか見てやろう。あ、痛いね。どうしたんだよ。お、タマちゃん、巨大な猫が起き上がっておばあちゃん猫のところに行ってます。じゃあ鼻から鼻出て、そらじ、今日なんか一個できるようになったんだよね。何ができるの？前もできるようになったやん。今度は休みの日にさ、ビデオ撮るからまた練習しといてね。完璧な完璧なところまで詰めといてね、うん、皆さん楽しみにしててください。たまちゃんをあったかく包んであげてます。どうだたまちゃん、あったかいか？うん、おばあちゃんになっちゃったけどな、お前まだまだ長生きしてくださいね。たまちゃんに温かい言葉をかけてください。そらくん、温かい言葉温かいだよ、温かいだよね。それでは皆さん、ごきげんよう。